皆さんおはこんばんは、今日はこのセンターパートセットの仕方やっていこうと思います。まあ、まずこれベースは何でも OK です。まあ、ある程度長さがあってもなくても何でも、ね、真ん中で分けられる人分けられない人何でもできます。でまずは、朝起きて頭をお湯で濡らしてくださいってことで、お湯で濡らすよ。はい、で今頭洗い終わりました。したら、まあ、あまりこすりすぎないようにそーっと地肌をこするように、ね、髪の毛の水分取っていきます。よし。で、まあ、まず分かりにくい人、僕はそんなにね髪の毛硬い方じゃないんで、まあ、すぐ分かれちゃうんですけど、まあ、分かりにくい人はまずこういうね櫛で分け目をつけてあげましょう。後ろにどかすとつけやすいと思うんで、ね、真ん中でビーッと、はい、分けていきましょう。ね、こんな感じ。よし。で、次に、まあ、ドライヤーはね、もう必須です。ドライヤーを、こういう、口があるやつの方がいいですね。で、分け目に沿って、まず乾かしていきます、こうやって。ね、乾かしていきます。じゃあ、やっていきまーす。まずは、分け目から乾かしていこう。で、前髪を上げる人、上げない人といるっすけど、まあ、まずは、下ろすパターンからいきますか。ね。まあ、なるべく分け目を崩さないように。手を左右に振りながら、で分け目が乾いてきたなと思ったら少しずつずらしていって、なるべくふんわりしてた方がね、ちょっとおしゃれなんで、よーく手肌をこすってあげてボリューム出してあげてください。で、必ずドライヤーはもう上から当てましょう。で、まあその際に、ね、あんまりずっと一点当ててると、あの乾かし癖が出ちゃうんで、ドライヤーはできれば左右に振ってあげてください。なるほどね。で、まあ、ボリューム出にくい人は下向いて根元中心に乾かしてあげてもいいんですけど、まあ、センターパートなんで下向いて乾かしちゃうと分け目が消えちゃうんで、まあ、今みたいに地道にこすって、まあ、こすってあげるとボリューム出やすくなるんで、なるべく
引っ張らない。ただ地肌を擦るように乾かしてあげます。結構ボリューム出てきましたね。だいぶ乾いてきましたね。で、まあ下ろすパターンの人はもうこれでいいと思います。例えば僕の場合、左側は外側に流れやすいんですけど、右側はね、ちょっと分け目というかつむじが奥なんで、つむじの方に流れてしまうんで、どうしても左側に流れやすくなってしまう。そういう時は、まあ、アイロン使ってもいいんですけど、僕はなるべくアイロン使わないでやりたいんで、まあ、少しこうつまんであげて、まあ、外側に流してあげる。こんな感じですかね。で、最後ちょっと仕上げに前髪の分け目潰して、前髪をね、まっすぐ下ろしてあげたいんで、ちょっとこすっていきます。そうすると、まあ、自然にね、分けて下ろすセンターパートの完成です。最初に分け目つけてあるんで、まあ、こうやって櫛で溶かしてあげても分かりやすくなります。で、前髪ちょっと上げたいよっていう人は、だいたい3本分ぐらいが基準で、まあ本当にここだけ上げたいよっていう人は、まあ、ピンかなんかでね、ちょっと見えますかね、こういうピンとかでこの分け目をプッとつまんであげて、この分け目1センチで5ミリ分ずつぐらいプッとつまんであげて、一旦こう分けてあげて、ここにドライヤーの風を送ってあげる。ね、熱くならない程度で、しばらく冷まします。髪の毛は熱を加えて冷ますと形がつきやすくなるので、少し冷ましてあげます。で、パッと取ってあげる。そうすると今みたいにここだけ上がるんで、やってみてください。まあ、おじさんはね、この3つぐらいを、指3本分ぐらいを基準に上げていただきたいなと思っているんで、このドライヤーの口を使ってダイレクトに風当てて乾かしていきます。熱くならない程度にお願いします。熱くならない程度に。で、このまま離す。そうするともう勝手に、ね、この大体3本分ぐらい上がってくれるんで、もうこんな感じで、ね、やってみてください。で、今ちょっと襟足長いんで、まあ、襟足のね、外ハゲ方法もちょっと前からドライヤー風当てて、もう後ろに手首をねひねってあげる。右手をひねって外に跳ねさせてあげる。ポイントは前から風を当てるってことです。
前から風を当てることによって、まあ、後ろに毛が流れやすくなるので跳ねやすくなります。こっちも感じで、ぐっと、ぐっと、こんな感じです。このまま整髪料つけてあげてもいいですし、つけなくてもいいですし。でも僕は基本的に耳出してる方がいいんで、耳少しかけてあげて、こんな感じでいかがでしょうか。じゃあちょっとだけ整髪料つけましょうか。今日はこのギャッツビーつけてみましょう。本当にね、ちょっとでいいです。見えますかね。すごいちょっと。小指の第一関節半分ぐらい、このぐらい。でこれ取ってよく伸ばす。指の間も伸ばす。で。いっぺんにつけたくないんで、まあ、全体的にバーッとバーッとで、前髪は最後、前髪は最後バーッとつけます。で残ってるのをまだこう手になじましてバーッとつけて、まあ、最後残ってるやつで前髪に少し根元につけてあげる。根元に。で、ある程度ちょっとね、外側行ってほしいんで、外に、外に、外に。で、まあ、ちょっと形を整えて、あんまりいじりすぎない。いじりすぎると沼にはまるんで、あれが変だな、これが変だなって、ね、まあどうですかね、こんな感じで。まあ簡単なんで。で、まあ、単純に今下ろしましたけど、これ後ろ開けたい場合は、まあ、ドライヤーの風を前から後ろに流してあげます。もうただそれだけです。ドライヤーを使うことによって、髪の毛についた余分な油とかも落ちやすいんで、そうすると軽い仕上がりになるんですよね。ふわっとボリューム出やすくなるんで、まあ、ぜひドライヤーはね、使っていただきたいなと思います。まあ、横なんかも、ね、後ろに流したいよっていう人は、前から風を当てて、後ろに流してあげる。右手じゃない方はちょっとやりづらいかもしれないですけど、で少しこうやって冷ましてあげるとふわっとしやすいんで、
んな感じ。耳に引っ掛けないで流すのもこんな感じ、ね、簡単なんでやってみてください。うん、ではまた。